金運爆上がり間違いなし。宮城県金蛇水神社を参拝した前回、今回は激レア御朱印にここでしか食べられない絶品グルメ、色が変わる不思議なドリンクも、変わったと、その前に、はい、金蛇水神社の境内にはこんなお社も。境内社なんですね。そうですね、金蛇弁財天、同じく女性の水の神様ということで、やはりこう水神様ということでお祭りされているというところでございますね。じゃあ乾杯。弁財天社ってことは、ご神像がお静まりになっているというイメージですか。こちらはですね、はい、等身大の八臂弁財天ですね、手が8本ある弁天様の方がお祭りしておりまして、当社の場合は8本の腕にですね、それぞれ太陽だとかですね、蔵の鍵とか、縁起のいいものと、あとは結構武具弓と矢だったりとか、武神というか強いような弁天様ですね、厄除けというような弁天様がお静まりになっておりますね。こちら歴史としてはなぜ八臂弁財天さんがこちらにお静まりになられているんですか。そうですね、もともと弁天様もお祭りされてたというところなんでございますが、弁天様のご神像を岩沼市街のですね、お酒を当時作ってたところが、やはり酒造というところは非常にこう弁天様などをお祭りしているということで、そちらの弁財天像の方を納めていただいて、こちらに、納まったというような経緯もございますね。なるほど。そんな金蛇水神社には見た目もおしゃれな金運爆上げお守りも。反復物たくさんありますもんね。ちょっと気になりますが、これ何ですか。金属のカード守り。はい、そうですね。これは何でしょうか。金のカード守りというところで、持ちやすいようにということでですね、この財布のカードサイズのお守りになっておりますね。カードサイズ、これ自体がお守りなんですね。そうですね、目立たないように持ってる、持ちやすいっていうようなところで、目立たないように、こういうことですか。目立たないようにっていうのは、非常に、裏の方もお守りとしてこう、目立たないというかですね、持ちやすいというふうなところで、このカードに見えるようにっていうのはすごく嬉しいんですけど、これ誰のアイデアなんですか。あ、これは私ですね。ナイスアイデア、ナイスアイデア。ちなみに4種類、そうですね、あとは金色もあるんですけど、今ちょっとそのゴールドカードの方がちょっとなくなっておりまして、ゴールドがちょっと今切れているというところですか。一応ただ銀の方はプラチナなので、一応プラチナ、一応プラチナって、いやプラチナ3回言うた。金に人気が集まるんですが、銀もプラチナというところでね、響きがいいですよと。はい、あとは健康でね、ちょっとこう、それこそお財布緑がいいとか言いますもんね。新芽のね、色があしらわれた緑もありますし、あと僕は紺とか青色が好きなんで、あと金蛇水の水といえばね、水色っていうところでいいんじゃないですか。あと幸運ね、これちょっと今の季節なんか特にね、桜色に見えなくもないというか。はあ、なるほど。あとやっぱりちょっとね、気になったのは蛇の日だけですよって、身の日だけですよっていう表示があるんですけど、蛇の日だけっていうのがあるんですか。そうですね、受けるだけで開運、限定ハンプの激レア御朱印。こちらが身の日にこう白蛇の皮ですね、使ってるものの方が、収まってるもので、こちらは12日に1回一遍、月にそれですね、身の日が回ってきたなって、でも弁財天のお守りの方は土の富の日だけにお出ししておりまして、6日に一遍巡ってくる土の富の日が、弁財天さんのご縁日ということで、その日のみお出ししているようなお守りでございますね。さっきおっしゃってましたが、これ蛇の皮を使ってるってどこですか。こちらですね、白蛇の皮ですね、皮といっても、もちろん剥けた皮、脱皮した皮、昔から蛇の抜け殻をこう身にお財布に入れておくと気運にいいっていうふうに言いますよね。言いますよね。その白蛇の特に皮ということで、使ったお守りでございますね。御朱印もその身の日だけは違うのが出されるんですか。そうですね、こちらが、身の日、あとは土の富の日の御朱印ということで、じゃあこちらも12日に、こちらは12日に一遍で、こちらは60日に一遍ということで
ね。だから次がもう日付が入ってるってことですね。そうですね、次の日付、はい、明日とあと次の3つの富の日っていうふうになっておりますね。なるほど。通常の御神ですとですね、はい、あのこちら月替わりの御神ですね、境内の方に、あるあの草花などですね、そちらをこうずっとして入れているような式の御神でございますね。なるほど。金蛇水神社は金運がクローズアップされがちですけど、昔からお花の神社としても有名だったってことですよね。ございますね、うん。そう、金蛇水神社の名物といえば境内に咲く色とりどりの花や催しを楽しめる花祭り。今年令和5年の花祭りは5月3日から開催中。なんとその期間でしか受けられない激レア御朱印もあるそうで。凝ってあるわ。ちょっとだけ指入れますね。ほらこういう感じで台紙と切り絵と合わさって素敵になってございます。素晴らしいですね。こちらがまあ期間限定で5月の、そうですね、5月のだから、15日、例祭までの21日までですね、はい、こちらを出しているような頒布されるということですね。まあ、普通神社だと参拝に上がって御朱印受けて、じゃあさあ帰りましょうかとなったりとか、あの他のね、まあ、食べ物屋さん行こうかってなるんですけど、僕今日神社に上がる前に参道という名のちょっとなんか新しくできた建物を通ってきたんですけど、 あそこは神社の参道というか何という場所なんでしょうか。はい、一応外苑にあたりまして、まあ、駐車場からですね、神社への、まあ、参道でもあるんですが、参拝者休憩所をあの新しく、整備したというようなところでございます。なるほど。ぜひそちらもお話しいただければと思うんですけれども、承知いたしました、はい、あのご案内いたします。よろしくお願いします。お進みください。令和3年にオープンしたのがここ参道テラス。心安らぐ自然にカフェやお土産屋さんなどが併設した今注目の人気スポット。鳥居出てきましたって見える、これかなりモダンな建物ですよね。平成元年に建てた休憩所をあの新たに建て替えたっていうような。で舞台もあるんで、あそこライブができるってことですよね。そうですね、こちらであの、神様への奉納のライブ、あとは、お祭りなどいろんな、芸能ですね、芸能関係の奉納ということで。じゃあ佐々木歌ライブ in 金蛇水神社みたいなのも、あのすごくいいと思いますね、はい、いいと思いますとここで神社ソムリエがあることに気づいたよう。これあれですよね、問いになってて水が落ちてくるんですよね。そうでございます。なんか屋根の形 V 字になってるじゃないですか。降った雨が真ん中に集まってくるってことですよね。そうですね。でここに真ん中に集まります。で落ちてきます。でここ流れていきますってことですか。そうでございます、でこれ白蛇さんのちょっとイメージで水の流れができると、はい、石でこう水を表現しておりますんで、はあ、白い石で白蛇ということで間違いないかと思いますね。うわ、形がこうあの湾曲した建物でございます。はいはい、やはりこう蛇を少しイメージしているというところもございますね。金運の象徴である蛇をイメージした参道を通って、あなたも金運アップのあやかりを。そして大人気カフェではここでしか食べられない絶品メニューが続々。でもメニューたくさんありますね。そうですね、あのできるだけオリジナリティの高いような白蛇だったりとか、はい、あとは、あの花をイメージしたもの、あとできるだけこう地のものですね、あの地元のものを使ってるっていうようなところ、なるほど。じゃあこの中でちょっとおすすめ教えていただいてよろしいでしょうか。はい、やはり人気があるというか、アジサイティが、当社で採れた蜂蜜を使ったものでございますので、はい、この蜂蜜でも入れるとこう色が変わるという少し変わったような飲み物でございます。あとは同じくその蜂蜜を使ったあの白蛇をイメージした白蛇蜂蜜ソフト、こちらも非常に人気でございますのでおすすめでございますね。じゃあぜひいただきたいんですがよろしいでしょうか。どうぞ、あの召し上がりいただければと思います。こちらでございます。いや素敵素敵素敵。もちろんこのソフトの方は白蛇をイメージしてるってことですよね。そうでございますね、はい、カップの方が少し顔もあのデザインされてる。そういうことそういうことで尻尾になってるんですね。はあ。でこちらはい、こちらがあのアジサイティーということで、アジサイティー、こちらも蜂蜜レモンになっておりますので、入れるとこう色があのアジサイのように変わるというような。じゃあいただきます。はいはいはい、
甘い。はい、よかったです。おいしい。ソフトに蜂蜜って合いますね。あ、そうですね、うん、もう意外とあのバッチリ合うかと思いますね。ソフトもちょっと爽やか、あんまり甘くないソフトを使っております。やっぱりそうですよね、おいしいですこれ。続いてははい、こちらでございまして、アジサイティー、緻密レモンで、かけるとあの色がアジサイのように、鮮やかな紫に変わるっていうようなものでございます。でもちょっとにわかには信じられないですけどね。じゃあ失礼します。はい、うわー、一気に変わった、面白い。それではアジサイティーいただきます。爽やか、爽やか、喉越しは爽やかなんだけれどもコクがある。色が変わるところも不思議やし、美味しいです。ありがとうございます。本当に美味しい。一気飲みしました、ね、一気に飲める爽やかさです。皆さんぜひいただいてくださいね。でなんですよ、ちょっと今いただいてる時にちょっとこっちを見てたんですけれども、こちらの方がお土産どころ、あとはチャミダなどを扱ってます寝具どころの水葉というところでございます。水葉、じゃあぜひちょっとお話しいただいてもいいですか。よろしくお願いします。へえ、いいですよね、こういうのが神社に上がって、やっぱりなんかこの神様とか神社にまつわるものを買って帰りたいなっていうのあるんですけど、なかなかなかったりするんですよね。そんな水派でソムリエが気になった金運にあやかれそうなお土産をご紹介。宮司、これおみきですか、こちらは。はい、こちらはですね、高知で あの取れましたお米を作って、近くの蔵元さんで作っていただいたおみきの黄金水神という純米吟醸のお酒となっております。なるほど、神社の前から流れ出ている水で育ったお米、そうですね、はい、そのお米を使って地元の酒蔵が作ったお酒、はい、ありがとうございます、神社らしいというおみきですね。でこちらはさっき僕がいただいた蜂蜜ですか。そうですね、食事処の方でも多く使われております蜂蜜でございますね、うん、当社の四季折々の花々から採れた百花蜜でございますね、うん、季節に採る花によってやはり味が少し変わっていくというところでございますね。参拝に上がった時によってやっぱりね、お土産買って帰って味をちょっと比べるっていうのも面白いかもしれないですね。一番気になるのはこちらなんですけれども、はい、こちらは紀雲の金蛇カレーというところで、はい、地元こちら岩沼の方に、うん、大きいレトルトのカレー屋さんというのがございまして、神社の参道テラスとのコラボレーションみたいな形で作らさせていただいた、紀雲をテーマにしたカレーの金蛇カレーというものです。法医学的にですね、はい、西で呼び込み北で貯めるという、ところがございましてですね、でそれを十二支に当てはめて、西は鳥で、うん、北は牛ですね、北東は牛になりますので、これで鶏肉と、あとは牛といっても、肉ではなくて乳製品ですね、それであとはシャキシャキのタケノコも入った和風だしの和風カレーということになっております。そしたらあれですか、岩沼市内に行ったらどこでも割と買えるようになってるんですか。あ、こちらの金蛇カレーはもうこちらだけでございます。ここだけ、地域の方たちとこれだけ手を結んでっていうことなんですけれども、これは氏子地域の企業と手を組んでっていうことなんですか。あ、はい、当社はですね、少し変わったところで、全く氏子を持たないこう鈴木神社という神社でございます。そうなんですね、ですのでですね、地元はもちろん大事ですので、地元を中心にというところにはなるんですが、もともとそういった開かれた神社ですね、開かざるを得ないといいますか、陶器に来ていただくって成り立っているという神社でございますので、やっぱこういうね、建物にしてくださることで、敷居って下がると思うんですよね。やっぱりね、神社っていうと、限られた人だけが行くというか、そんなイメージがあるかもしれないですけれども、こういうテラスみたいな分かりやすい建物を建ててくれると、集まりやすい、行きやすい人もきっと出てくると思うんですよね。開くっていうことはきっとそういうことですよね。限られた人だけでやってたら、もうそんな先が見えてくるよと。なんでどんどん今まで神社に興味なかった人、関係なかった人も巻き込んでいくっていう意味を開いていくっていうことですね。まず観光という面ででもですね、来ていただいて、でもしすごくご縁があるなと感じた方には、また引き続きお参りいただければ非常にありがたいと思っております。もう一口いきたいんですけどね、はい、かかってもらっていただきます。はい、あ、はい、あ、おいしい。
ありがとうございます。すいませんでした。本当にすいませんでした。いやいや、怖いです。